高校赤コーナークレイジー。先行のカスタネットから会場に向かってシャウト一言お願いします。頑張ります、お願いします。はい、頑張ってください。カスタネットじゃないクレイジー、見てろ、見てましょう。それではビートが変わります。ここからの DJ は浜山、まずはビート聞かせてください。行きましょう。先行青コーナーカスタネット、高校赤コーナークレイジー、 DJ 浜谷レディーファイ。 OK、 どんなビートにも言葉発信してバイブス上げてく、それがのスタイルだ、わかるか、俺が今日は上がってきたベストネット上げてくさ。インターバル5分くらいじゃ俺は全く止まらない、やってくお笑い、お笑いもう生かしてやるってオーガナイズ、イエー。なんだお前ら新時代が見たんやろ、俺がほんまに勝ってやった新時代大阪到来やで、イエー。鎖 UMB 取れなかったやつにライブラ UMB 取らすわけいかねえんだ、わっかほら鎖も UMB も全然一切関係なし、yeah。 俺たち集まるこんなステージは一応 MC、yeah。 こいつの早口聞いてるだけでも中身が全然ないから、お客さんたちが最後まで上がってないことはかなり迷惑、yeah。 あ、何お前がオーガナイザー、今日勝者するのはこっちの方じゃないか、わかってないな、お前なあ今回負けてしまうから残念、バイバイだ。早口ラップをやめることなしでちゃんと早口さじてく、なんだオーガナイザー、俺の方がスパイ辛口当番じゃんぐらいの意の踏み方、この口から吐き出したバイブスバッタック止まらない、俺がちゃんとはめてくぜ、よよ。なんださっきから下向いて下向いてたら調理もつかみ取れねえぞ、そんぐらい分かってこいよ。いや、なんだお前目合わせたらめちゃくちゃ不細工やんか、いや、なんだお前なんちゃってのイケメンバトル待ってて、ここで頑張って見てて、結局何が言いたいかわからないって話、ツーバス聞いてどう思いました、さっきの試合の大将さんとニーヤン君の方がおもろいって思ったやつ、プチャヘンザーだせ、マジで負けているぜ、イエー。お笑い芸人のくせに 1MC に笑いが負けてるって、ダッサイダッサイ、ここやばい関西、お前はここらで上にはいけない。終了、判定お願いします。先行青コーナーカスタネット、高校赤コーナークレイジー、まずはクレイジー陪審レディージャッジ、赤勝者クレイジー。